ヤゴディナは、セルビアの都市及び、基礎自治体で、ベオグラードの南 136km の場所にあり、ベリツ川下半に位置している。ヤゴディナの地名はセルビア語で一語を意味する単語に、由来している。ヤゴディナは、ボモラブリエ軍の行政的な中心都市で、市街地には36,092人、基礎自治体全域では71,195人の人口を有する。 ユフォル型ジュアタイプと呼ばれる、青銅器時代中期の金のブレスレットがトルセバツで発見されている。東ローマ帝国の皇帝であったフォーカスや643年、644年以来のコンスタンティノス4世のコインがこの地域では発見されており、6世紀以来の初期スラブ陶器なども発見されている。1399年に初めて町は一号意味する。 ヤゴダに由来するヤゴドナ・ジャガドナの名称で言及されている。九百四十六年から九百九十二年まで十九世紀の社会主義者であったスベトザル・マルコビッチにちなみ、スベトザレボという都市名であった。セルビア放棄が起こった1八百四年から八百十七年の間、何世紀にもわたるオスマン帝国に対する支配に対して、セルビア人が反乱が起こし、 多くの戦いが繰り広げられ街は、セルビア側にとり、戦略的に重要な場所であった。その後、オスマンは破られ、再び、セルビア王国が成立し、ヤゴディナではその頃工業化や、都市開発が行われた。第二次世界大戦後、ヤゴディナは、重工業が社会主義時代進められ成長した。1999年に、 ナト o 軍によるアライドフォース作戦により空爆の被害を受けている。ヤゴディナは重工業が第二次世界大戦後から進められてきた。ヤゴディナで一番大きな工場はケーブル工場で、FKS 社は1947年に設立され、製造開始は1955年のことである。FKS 社はセルビアでは一番ケーブル製造事業者で約8000人を雇用しており、 セルビア製のケーブルの50%のシェアを占めている。海外へも多くが輸出されている。ありがとうございます。